今回はヤマハの MT-07 最新型の2018年モデルですね。これこの出たばっかりのやつで、入荷されたみたいなんで試乗しに行ってきました。はい、今回はねヤマハの MT-07 最新型ですね。待ちに待った2018年モデルですね。これがね今僕の中でドンピシャの第一候補なんでね、このタンクがねめっちゃかっこよくなってるんですよね。ここがねへっこんで、あの初期型のやつは出っ張ってるんですけどね、これがねなんか気に入ってるんですよね僕。でこの辺がなんかね張り出してなんかこうちょっとごつくなった感じでね、僕好みなんですよね。まあ初期型の07には僕乗ったことはあるんですけど、やっぱ低速のこの力強さは、今2速で走ってるんですけど、すごいパワフルな感じはしますねやっぱり。乗りやすいですねやっぱり。もう一番最初にね僕07乗った時にも思ったけど、乗りやすいんですよねやっぱ。わあこれなんかめっちゃかっこよくなってるな、このタンク周りっていうかね、ここのね運転してる時のねこの眺めって結構僕の中ではね重要なんですよね。あの車でいうとこの運転席からこのダッシュボード周りっていうかね、あのまあ他人から見た自分ものそのなんていうんですか、外観も大事なんですけど、自分がね常に運転してるんでこう自己満足っていうかね、このタンク周りとメーター周りとこの辺のデザインがねやっぱ気に入ってないとね、タンクのカラーとか常にこう自分の一番目に入ってるバイクの視界この辺なんでね、まあそんなことはまあ置いときましょうかちょっと前が詰まり気味かな。いやでも乗りやすいな、こういうねあの街乗りでのこの低速走行っていうか、まあ渋滞まではしてないですけど遅い流れでも楽ですねやっぱり。乗りやすいなぁ。あのステップのねここ当たるっていう話も前も言ってたんですけど、やっぱり片足ついてたら問題ないですね。こうやって両足つこうとするとあれですけど、シートもねかっこよくなってるんですよね前より。すんごいあれですね力強さが。今2速3速今で3速3000回転ぐらいで走ってますね。加速はやっぱいいっすね、加速はいいっすね。3速でも低速から3速からでもグイグイきますね。いやーかっこいいな、やっぱこれかっこよくなったな07。
ただいま3速、これも3速3000回転ぐらいですね。まあ、3速4000回転。いいっすね。全く不満点が見当たらないですね、今のところ。あ、この人も市場の人かな。09、今日はね、市場の人がいっぱいいてるみたいなんでね。マフラーの音が、この音好きなんですよね、ヤマハのこの力強い感じの二気筒のこの音がなんかね、僕は好きなんですよね。なんか力強い感じが、低音でドロンっていう感じが好きなんですよね。めっちゃ速いな。1速4000、ちょっとね、後ろも空いてるんで。1速でどれぐらいまでいけるのかな。1速今5000 6000、あ、ちょっともう6000ぐらいまでいくとエンジンがかわいそうな感じになるから、あれか。まあ、あの仮物の試乗車なんで、あんまり変な運転もできないんでね。乗りやすいな。やっぱこの辺がなんかタンク周りがごつくなったイメージですよね。めっちゃ僕好みなんですよね、この辺がね、なんか、いい感じやな。デザインってやっぱね、僕の中では大きいんですよね、この辺のタンク周りの。特に一速で、ちょっと6500ぐらいまで行くとエンジンがかわいそうな感じになるか。でも本当はもっとあれですかね、1万回転ぐらいでレッドゾーンなんで、回してもいいんかな、もうちょっと。あ、僕あんまり普段ね、回転数なるべく上げないで走るようにしてるんで、あれなんですけど、まあ、車体はね、まあ、イメージ的にというか、こう感想としてはこの辺はちょっとコンパクトはコンパクトですね。やっぱりこの若干あれかな、コンパクトな感じはするけど、まあまあ07はね、そのコンパクトさが車体の軽さとね、あれがまあ売りみたいなもんなんでね。かっこいいな。あれ、これ黒になってた、前から黒やったかな。かっこいいな。いいなぁ、07。ちょっとクラッチ遠めかな、これ。いや、これね、もうめっちゃ乗りやすくてね、本当悪いところが出てこないですね。素直にね、加速してくれるし、反応してくれるし、足回りもこの2018モデルからね、初期型よりもなんかスポーツ寄りで、こうしっかりした足回りになってるらしいんでね。乗車姿勢も
れかな、楽な感じかな。悪いところが全く見当たらへんな。かっこよすぎるし、かっこよすぎるし、ほんでこれ悪いところがマジで見当たらへんな。もうあとはあれちゃうんですかね、僕07と09で、まあ、悩んでるっちゃ悩んでるんですけど、もうエンジンの好みっすよね。 ここまで来たらこの07はちょっと完成されてるというか、でもこのサウンドも僕好きなんですよね。もともとは4気筒とかね、まあ09の3気筒 の4気筒寄りの音とかあっち系統の方が僕は好きやったんですけど、いいなこれ。ね、この後にねもう一台試乗していいって言われたんで、トレーサー900最新型のやつをね試乗したんで、あ、そちらもね別動画でアップしてるんで、よかったら見てみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とかもしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。